今回はですね、岩間のですね、まあ、8月です、8月になりました、正面打ちのですね、四方投げ、これをですね、水平自販にやってもらいました、このポイントはいくつかあるんですけれども、例えばつかみ方であるとかですね、進み方、転換の仕方、まあ、それから、剣のリアにのっとっているということなんですね。これがやはりね、あの岩間の特徴だと思います。剣上対立のリアの一致です、これをですね、これから追肥自治にやってもらいますんで、そのあたりをじっくりと見ていただきたいと思ってます。正面打ち、四方投げ、表技、ね、ここからスッと、ね、こうスッと相手の手を呼び出すんですね、まずこの手っていうのはバッ、相手の手が出てきますから、そこで上から、ね、上から切り落としてスッと、こうだ、そうですね、で、この手がスッと、こっちの手は腕関節、こちらの手は親指の付け根、ここ行きます、ね、ここからスッ、腰の回転を十分使って後ろ足が前につく、まっすぐ前かこの内側ですね、回る出せっていうね、こうやってね、回る出した方がいいと思います。そっと同時に180度向きを変える、この回る時のスピードはどんだけ速くてもいいっていうんですね。ここまで肩と手がくっついたら、それで前の足をちょこんと出して剣を振り下げるように、剣は剣術の 剣の振り下げですこうね、まあ、いくらかこうこんな感じですね、スッスッスッと、相手から遠い方の足、このなるたけ相手に近づけるように、しっかりと、ね、動けなかったら、前一つ、ね、この手も、ね、そうですね、相手の手をまずは呼び出す、バッ、これね、どっちの手でもいいって言うんですけど、ね、こうやって、バッて、こっちを受けてくれるんで、バッ。こうですかね、こうなるんですかね、こっちの手で、ね、この後ここはがら空きなんです、ね、こうしてバン、これで終わりになりますから、ね、これじゃ良くない、だからこっちの手でこうしてこっちの手で出して受けると、ここで脇を狙って叩いていくんですけど、はい、払ってください、払うんです、これでこっちは払うんです、で逆にここ空いた脇腹を攻撃できる、ね、これが今拳でやってますけど、脇差しでやられたらそこで終わりになってしまう、ね、まあ、こうパッて、ね、叩いてきたらこれは勝つ、だから受けた人が有利なんですね、受けた人が有利なんで必ずこちらの手で受けてます。これを簡単に説明すると武道的な受け方だっていうんですね、パッとこうです、こうしたらここ上から
下からやると相手の手がなくなってしまう。だから必ず上からになります。挟み込むようにして、こうですね。でこちらの手は親指の付け根、ここからバッと入ります。スッ、前の足をちょこっと出して、ちょこんと出して、これね、表、主に稽古でやったのは表技です。やれば裏技もできると思うんですけど、裏技はこうって、こうやれば裏技になると思うんですけど、稽古では一度もやったことないです。こうね、そう、こうってつま先とつま先でこうやれば裏技になると思うんですが、稽古で一度もやったことないんで、今回はやめておきます。はい、もう一度、ね、こうからスタート。これが、もう DJ ちょっといきます。皆さん打っていく基本投げてこの通りはね、7段の持っていくんです。えいっえいっ。ここから相手の気を流す基本投げ、これやってみます。ここから体を開くですね。これは相手の気を流した手法鍋ですね。ここでね、パッて攻撃していくんです。攻撃して相手が気を出してくれないと意味がないんですけどね。相手の気を流す方法ですね。こうバーンって相手がこの受けててるこれパッ、そうですね。この受けるこのタイミングが、ここでこうスッといくから、このまま手法投げが入ります。こんな感じですね。剣術を使って手法投げの動作を説明させていただきます。まずはそうですね、後ろ両方から行ってもらって、ここからはい、こうなりますね。これかな、これをはい、剣を置いて同じ動作を使って気泡なる、ここからこれ、ここから手法投げですね。剣の動作で手法投げやっています。ここからスッ、お腹を切り抜いてスッ、これが手法投げですね。裏技をやるとこうです。ここからお腹をスッと後ろを切る、スッ、これが裏技になりますね。今のがそのまま四方投げになりますね。裏技ですよね。元気ですか？元気があれば何でもできる、元気があれば発信もできます。実況アナウンサー柿野孝彦です。よろしくお願いいたします。バカさん